映画「魔女の香水」が2023年初夏より公開されることが決定し、そのクランクアップ直後の12月13日に、アンジェ・パティオにて公開決定記者会見が行われ、キャストの黒木瞳、桜井日な子らが出席しました。黒木との共演について。 たくさんの刺激をもらいました。いい意味で疲れるというかすごく感情を揺さぶられるので本当に楽しかったです桜井との共演について「私もすごく本当に刺激を受けました。ひなこちゃんのお芝居の豊かさで助けられましたのですごい感謝してます」黒木のコメントに対して「 黒木さんがそう言ってくださっていたことを後から知って本当に嬉しかったです好きな香り思い出の香りは一番好きなのは体育倉庫の匂いコンクリートのような匂いが個人的には好き13年ほどバスケをやっていたのでバッシュの香ばしい匂いで青春時代を思い出す 頑張る女性の定義を教えてください。頑張りって、これでよしというところがないと思います。いくら頑張っても、まだ頑張れたんじゃないかって思いますので、当たり前に気が配れる人とか、当たり前にやれてる姿というか、私、頑張ってる、じゃなくて、特別なことと思わずに日々を過ごせている方は、 この人頑張ってるんだって思いますね。自分が魔女的だなと思うところは食べ合わせでこれとこれを食べたら美味しいって発見したときは魔女的だと思いました寒くなって参りましたので撮影で遅く帰って夫の足を湯たんぽの代わりにしているときは魔女っぽい悪い妻だなと思います。 髪の毛は染めたんですかそれともウィッグですかじゃあ後で触りに来てください。